パチンコ店の新装開店に詰めかけた若者たち、午後6時の開店をひたすら待つ。彼らが我先にと駆け寄るのは決してパチンコ台ではない。今やホールの主役はこのパチスロなのである。昭和52年頃、沖縄の米軍を経由して日本に上陸したスロットマシーンが、7年前の新風営法でパチンコと同様の遊戯機として扱われるようになった。そのパチスロに今20代の若者を中心として一大ブームが起きているのである。パチスロ専門店も続々誕生している。こちらは下町のパチスロ専門店の新装開店。ここでも午後6時の開店を今か今かと待つ若者たちがいる。これ整理券何時ぐらいから並んでるんですか？これ3時。どのくらい稼ぐ気分ですか？元取れればいい。今まで負けた分。どのくらい負けてるの？ベンツ1台分。パチスロの魅力はギャンブル性の高さにもある。パチスロでは1日に10万円以上勝つ人も珍しくないのである。ただし当然負けも大きい。ゆっくり押さないでくださいね。1枚あたり20円で買ったコインは換金すると1枚が12円から15円というのが相場である。今日はいくらぐらい貸しましたか？38,000円。38,000円。元手はどのくらいだろう？4,000円ですね。どうでしたか結果は？ハマらせていただきました。ハマらせていただきました。帰って飲みってもうガンガン騒いでふざけんなって感じで、飲み金もねえって感じかな。朝、開店前のパチスロ店にモーニング狙いの客が続々とやってくる。モーニングとはビッグボーナスがすぐ出るようにホールが仕込んでおく客寄せのためのサービスである。いきなりビッグボーナスを出した客がいた。内山英介さん。彼は1回のボーナスゲームで早々と引き上げた。いくらになりました？
1000円ですね。1000円使ったから5000円の価値です。5000円の価値、はい、いつも朝はだいたいこのぐらいでやめるんですか？レンチャンするときはもっと売れますけどね。あそこのコンチネンタルはレンチャンしないんですよ、あんまり。あんましない、あ、そうなんですか。あっという間に5000円を稼いで仕事場へ向かう。彼の勤務先はパチンコパチスロの専門誌を作っている編集プロダクションである。パチスロ関係の雑誌は現在20種以上、それぞれ10万から30万部が売れている。僕は電子パチの方が好きです。ここで一番勝ってるのは誰です？ここでですか、うん、この編集部で内山さんじゃないです。そんなことないですよ。そんなことない、生まれながらの強運の持ち主違う一番の勝ってるように振る舞うのがうまいんでしょ。じゃあ皆さんそうおっしゃるんだ。これだけのブームを作っているパチスロ、基本的な遊び方を紹介しよう。1ゲームにつき通常3枚のコインを投入することにより、スロットの上中下段と対角線5つの有効ラインができる。このライン上に指定の絵柄が揃えばコインの払い戻しがある。特に777が揃った37は一般にビッグボーナスと呼ばれる。これだけでコイン約350枚、金額にしておよそ5000円が約束される。勝負はビッグボーナスをいかに多く出すかにかかっている。これはレギュラーボーナス、通称お化けと呼ばれ、90枚のコインが出る。2枚から最高15枚の払い戻しがあるのが子役。ボーナスゲームには必ずその前触れとなる目がある。それはリーチ目と呼ばれている。パチスロ雑誌は様々な機種のリーチ目を競って掲載する。ビッグボーナスの目安となるリーチ目、覚えていて損はない。そして勝つための基本テクニック、目押し。パチスロのドラムには21枚の絵柄があり、これが約 0.75 秒で1回転する。目押しとはこの回転するドラムの絵柄を見分け、狙った絵柄で止めるテクニックである。切れ目とは各ドラムの絵柄の貼り合わせ部分、つなぎ目のことである。回転するドラムを見てみよう。一瞬左右に広がって見える部分、それが切れ目である。ビデオのポーズボタンを使って止める練習をしてみよう。コンピュータに制御された現在のパチスロでは、目押しができるからといっていつでも7を揃えられるわけではない。しかしいざという時、必ずこの目押しが必要になる。ここが仕事をする部屋です。で、パチスロの機械とコンピューターをつないで、それでまあ解析の仕事をするんですけど、うん、内山さんの仕事はパチスロの目の出方をコントロールしているコンピューターの解析である。パチスロもまた一種のコンピューターゲームなのである。パチスローでね、はい、貯金が増えたっていうことあります？まあ、あんまいろいろあって言いたくないんですけど、うん、数百万ぐらい、まあ、その貯金のベースができたのは2ヶ月ぐらいですか。2ヶ月で数百万、ね、ご自分でパチスローというのは、どの程度のレベルだと思います？ある程度まで出しちゃうとレベルもクソもないですね。まあ、目押しができて、うん、もう何も信じないっていうか、他のこう波とかいろいろ言う人いますよね、こう不調がどうのこうの突っ込んだからどうのとか、まあ、今の代はそれが通用するものもありますけど、まあ、完全確率じゃ何があってもおかしくないと。パチスロにもパチンコと同じように出る台出ない台がある。それを決定するのが設定値である。設定値には1から6まであり、数字が大きいほどビッグボーナスの出る確率が高くなる。
もちろん設定値を外部から知ることはできない。我々はある台の1日を追ってみた。午前10時3分、一人の男性がこの台の前に座った。そして1ゲーム目でビッグボーナス成立、モーニングが入っていた。11時10分、コインがどんどん飲み込まれていく。11時42分にはついにコインがなくなってしまった。12時20分、ここまでに2万7千円をつぎ込んだ。やっと来た、ビッグボーナス。続けてビッグボーナス2連チャン、3連チャン、4連チャン。たった20分で負けを取り戻した。連チャンこそパチスロの醍醐味である。しかしまたしても飲み込まれてしまった。その後何度かビッグボーナスがかかるが、すぐにまた飲み込まれるという繰り返し。投入金額は増えるばかりであった。そして夜10時20分、ゲーム時間12時間20分、休憩食事なしの格闘の結果は5万7000円の負けであった。実はこの台の設定値は1、最も出る確率の低い台だったのである。29回のビッグボーナス、4連チャン2回、しかしそれを上回る勢いでコインは飲み込まれていった。やはりコンピューターの支配には勝てないのであろうか。都内のあるパチスロメーカー開発部、メーカーでは新機種の開発のため常にさまざまな分析実験が行われている。ここでは128台のパチスロ機の基板を取り出し、同じ設定値でシミュレーションを行っている。設定値は勝ち負けにどこまで影響するのだろうか。投入枚数、そして払い出し枚数で大当たり、それからお化けですね、で影につき、まだ枚数がいってないんで何とも言えないんですけど、設定の5当たりでもその 100% を割る機会ってのはありますよね。こちらがその前代のデータですね。全部3でも命名1日営業分を打ってみますと結構ばらついてますよね。同じ設定でもその勝つ人と負ける人ってのは必ずいます。だがパチスロには 100% 勝てる裏技があった。ある変則的な手順でプレーすることにより強制的にビッグボーナスを呼び込むセット打法である。パチスロ機のコンピューター制御の欠陥をついたこのセット打法は、昨年パチスロ界に一大センセーションを巻き起こし、一般のファンからプロまで荒稼ぎする人間が続出した。代表的なセット打法の一つを内山さんに実演してもらった。とりあえずコインを1枚入れます。生産ボタンを押しながらレバーを叩きます。ストップランプは点灯したら手を離します。それで7を狙います。で2つ転廃したところで2枚追加投入します。普通は受け付けないんですけど、なぜかこうやり方をやると受け付けてしまうんです。で、カローです。どのくらい稼がれました？
ほんのちょっとしかできなかったんで、十数万円ぐらいですかね。ほとんどもう2日目3日目はホールにマークされてっていうか、対策済みのライン見つけた時はホールが知ってたらしくて、もう囲まれちゃいました全員に。囲まれて何て言われたんですか。いや何も言わないですよ、実際店員いる前でやんないですからね、他の客の対応に行った隙にやったり、大変でした。いろいろセット打法は決して違法行為ではないが、多大な不利益を被るホール側は変則打法を封じる防御策を講じてしまう。一つのセット打法が通用する期間は非常に短い。しかし実行さえできればセット打法は誰でも 100% 勝つことができる。山下信之さん、フリーター。彼もまたセット打法で荒稼ぎをした一人である。半年で300万円、セット打法さえあれば働く必要などなかった。しかし今では彼のセット打法は全てホール側に封じられ、今日も勝てない。彼の部屋には1台のパチスロ機があった。しかしこれで新しい攻略法を研究しようというのではないようだ。僕のやつは台ももう時期なくなるだろうと思ったから、したらその辺で見切りつけようかなと一応思ってたんですけど、稼げるだけ稼ごうと。まあ稼げる分には多く稼いだ方がいい。稼いだ時っていやー、それはどんぐらいかな。まあ5、60とかそんぐらい行った時もあるし。今でもそんだけの金は。あ、もう全然ないですね今は。これからパチスローをまだ続けていこうと思う。いやー、わかんないですね、もうとりあえず今別にこれといって稼げる自信はないし、あんま行ってないし、やる気っていうのはないですね、はっきり言って今は。とりあえず彼はセット打法とともに情熱も失ってしまった。しかし一方で限りないバイタリティと情報ネットワークを武器に勝利を呼び込み続ける人たちもいる。宮崎純子さん、彼女は40数人からなるパチスロマニアグループのリーダーである。彼女たちのテリトリーは新宿、練馬、池袋。今どの店が出ているのか仲間同士でこまめに情報を交換する。あら、あら、あら、カメラ守ってんだ、カメラ。これも出したっていいよ。まだがない、まだがない。どうやら今日も大勝利のようである。今めっち
ちょい。2万だよ、2万か。あ、でもリル好きだ。楽しそうにパチスロやってるんですけども。いや、これ楽しまなきゃね。楽しい。どんなところが楽しいですか。いや、やっぱり7が揃った瞬間。まあね。グループの中に負けてらっしゃるかと思います、トータルで。いないんじゃないかな。とりあえず出てた台を打つのがもう鉄則。ハマってる台にいくら突っ込んでも出ないから。その日1日出たら次の日には設定下げちゃう店だったらダメだけど、うん、2、3日そのままだったら出た台を次の日朝から打つとか。絶対負けない方法っていうのはあると思います。ないよね。打たないこと。そうだやらないこと。やらないこと。